はい、えー。今日はね、マトリックスパワーウォッチ X について、えー、質問が来ましたんでね、えー、もう一度詳しく、まあ、あ説明したいと思います、えー。こちら、マトリックスパワーウォッチ X はね、えー、今度ね、えー、新バージョン、これの上のクラス、上位クラス、うマトリックスパワーウォッチ2というのをお6月お発売予定です、えー。現在先行予約で、えー、インディゴでね、 発売開始しておりますが、現在それで注文すると半額で買うことができます。販売時はね、5万、ドルぐらいかな ?2000 円ぐらいになるんじゃなかろうかというところですね。こちらは、その、まあ、マトリックスパワーウォッチ2の買いモデルですね。今までは上位モデルでしたけど、そのカラーバージョンのマトリックスパワーウォッチ2が出るとね、 えー、こちらが、えー、最終の最上位バージョンではなくなるといったところを、まあ、情報としてお知らせして、えー、説明していきたいと思います。えー、こちら Amazon でも現在買えますね、えー。しばらくね、手から外して置いとくとね、えー、手首から外すとこんな感じで、マトリックスと、こういう表示された文字の時には、 もう完全にスリープ状態に入っている状態です。えー、この時はね、えー、非常にね、もう電力の持ちもいい状態になってますのでね、えー、これ一週間ぐらい全く手につけておりませんが、それでも起動します。えー、かなりね、 え、電池の、まあ、一度体温で充電されると、もちろん電池は入ってますよね。え、体温で充電する、まあ、バッテリーが入ってるというところですけど、まあ、そのバッテリー自体は交換しなくていいのかという疑問はありますね。まだそこをメーカーにこう質問して、 でまあ、外国のメーカーなんでね、英文で、えー、どうなんだろうといったところがあるんで、ちょっとまだ聞いてませんけど、分かる方がいたら教えてください。一応ね、マトリックス、こちらのウォッチにも、まあ、体温で充電できますけど、やはりこう、バックアップの、ね、電池が入ってると思うんですよ。詳しくは分からないんですけどね。はい。えー、それの寿命があるんじゃないかなと思っております。えー、早速ね、 まず、まあ、質問はね、こういった質問が来たんですよね。えー、体温で、まあ、充電するときにバーが出ますよね。円形のバーが、えー。それが、まあ、どれぐらい温度差があるのかなと、いったところを見たがってる方多いんで、えー、マトリックスはね、だいたい冬場、えー、外気温が低いときの方が発電、えー、しますね。体温との温度差がありますんでね。えー、夏場32度。 外気温が32度になるともう発電しなくなります。しかし、これが冷房の効いた部屋に入ってくると、また体温の方が高くなるんで、えー、充電するといったことになっております。ま、まずね、最初にマトリックスどういうことができるかというとね、通知機能、これ X のーバージョン、マトリックスパワーウォッチ X はね、えー、現在ではまだ最上位モデルですよね。あれが出てないんでね、通が。はい。 えーまあ、こういった風にメールが届くとメールのマークが出てこれがクルクルと回るとでアラームはーアラームが鳴ってバイブレーションでクルクルと回るとどれもバイブレーションでブルブルっときますで、えー、時計に、えーまあ、着信するとスマホにペアリングしたスマホに着信するとこの受話器のマークが出てコールのマークが出てこれがクルクルクルッと回ると。 でえー、これはなんか目標を達成した時かな。はい。えー、アクティビティー、えー、ゴールメットって書いてありますので、はい。自分の設定したのに足、えー、した時は星マークが出て、えー、こう、ブルッとくるといったものです。えー、これがね、えー、その今、ずっと置いてたんでね、マトリックスとスリープ状態になってますんで、つ、えー、けると起動しますんで、はい、えー。そこまで今日は見せたいと思います。 で、こちら買ったらね、必ずこれ、意外のものがついてきます。はい、充電用の、はい。結局、こちら完全に放電したときは、これに乗してもらって充電すると再開できます。ここにランプがついて、はい、マイクロ USB-C を挿してもらえば、ランプがついて、充電するようになるといったものですね。ちょっと、こう、マイクロ USB さしてみましょうかね、こう。 時計はもう充電されてるんで起きませんけど、えこれでマイクロ USB を刺します。硬いですね。うん。これでいいのかな。で、乗せると、ここに、えー、パワー、こちらを乗せると、ここに、えー、電気がつくといったものです。これ刺したからって言って電気つかないみたいですね。はい。こんな感じで。 これがついてきますね。充電台が。えー、意外と思いますけど、やはりね、完全放電したときは、これで、えー、充電、台の上に乗して充電するといった風になります。これはもう付属でついてきますんでね。安心してお買い求めください。えー、早速ね、質問にあった、ちょっとこれを手につけてみますよね。まずこんな状態で手につけます。はい、するともうすぐ起動します。 でも温度を感じて、これでしばらくすると、このバーがね、やはりつけてなかったんで、この時計そのものは冷えてるんでね、まだこんな感じですけど、しばらく20秒か30秒、遅くて1分もしないうちに、この外側の枠のリングがね、ぐっと発電を開始すると思います。はい、そこまで見たいと思いますね。 んまだなりませんので、ちょっとベルトをその間締めますね、えー。と。はい。ちょっと仮締めして。はい。まだなりませんね。これで取り、手につけて、しばらく待ちます。だいたい、結構、発電が、つけてすぐはね、こんなもんですよ。メモリが一つぐらいですけど、 はいえー、ちょっと待ちましょうか、20秒か30秒、1分ぐらいすると、ぶんとはい、降ってきましたね。はい、今見、ま、見ましたかね、ここまで来ましたよね。えー、これで、えー、充電してるということですね、発電してるということです、発電しながら充電してるといった具合になります。もちろんね、これ、えー、ケースの体温がずっと、うん、体温で温まってくると、これもこう電力量も下がると。 いったものです。今、ピークなんで見てみましょうか。はい。温度差。ここの、はい。えー、現在、だいたい2度の違い。皮膚温度が、まあ、26って出てますね。で、ケース温度が24で、まあ、2度の差です。はい。まあ、皮膚温度なんでね、体温じゃないんで、皮膚温度と、皮膚温度が26ですね。で、ケース温度が24度というふうに、 こういういうに出ます。はいまあ、こんな感じでね、温度差2度あれば、はい、十分これだけ発電しておりますので、十分ですえ。これがしばらく経つと、もう30分ぐらいすると大体これぐらいになりますね、20%ぐらい。今、もう60%ぐらい充電してますね。もっと朝起きて、えー、まあ、部屋が冷えて、これも冷え切っているときに、 えー、時計をつけると、もうぐるっと一周回って100%パーの発電になりますので、えー、そういった風で長くなりましたけど、まあ今日は発電の質問が来たんでね、えー、十分これでね、まあ一週間に一回ちょっとつけてやれば、もう十分、うん、持ちますので、えー、電池は。はい。そういったわけで、今日は、あマトリックス、パワーウォッチの、うん、 この発電のことについてご説明しました。では、またです。さようなら。